アニメはこちら、衝撃映像、フィリピン刑務所で1500人が一斉ダンス。そのアニメはさまざまな言語の DVD が作られ、世界20の国と地域で人気を呼んでいます。それは鈴宮春日の憂鬱。女子高生鈴宮春日を中心に繰り広げられる非日常系学園ストーリー。東中出身鈴宮春日、ただの人間には興味ありません。そしてアニメもさることながら人気を巻き起こしているのが春日ダンス。こちらはエンディングテーマで歌われる晴れ晴れ愉快。この曲はアニメが始まると同時にオリコンチャートで5位に入る大ヒット。この通称春日ダンスが一躍ブームとなったのだ。そしてこの曲の人気も相まって、アメリカでもこの鈴宮春日は大流行。DVD が6万セットも売れたんです。ああ、春日は好きだよ。いいよね、春日。それでは入賞したアメリカ版鈴宮春日の憂鬱、早速その中身を見てみよう。 I'm Haruhi Suzumiya from East Junior High. First off, I'm not interested in ordinary people. そしてアメリカ版でもエンディングテーマは日本語で歌われています。注目すべきは上に書かれた歌詞。なんとアメリカ人も日本語で歌えるようにローマ字で歌詞が表記されているんです。あのダンスは最高だね。こんな感じのダンスだよね。さらにそのブームは東南アジアのフィリピンにも伝わり、中でもこちらのセブ刑務所ではちょっと面白い光景が見られるというのですが、この後海外ドラマロストの1話、2話、3話、4話、23話、24話、25話。シーズン1、2全部見られて各525円。スカパー海外ドラマ祭り E2 by スカパーで。日本のアニメ鈴宮春日の憂鬱が人気のフィリピン。中でもこちらのセブ刑務所ではちょっと面白い光景が見られるというのですが、刑務所の中は頑丈な鉄格子で仕切られ、オレンジ色のユニフォームを着た受刑者たちがおよそ1500人いるという。すると受刑者たちが広場へと集まってきた。そして一斉に整列し始めた。まさか、実はこの刑務所では音楽に合わせて踊る体操を行っており、その中でこの曲が採用されていたのです。みんながこの曲を好きだって言ってたからさ。アルヒダンスは楽しいよ。日本の歌は初めて聞いたけど最高だね。アルヒダンスの歌やリズムは生かしてるね。1500人以上で踊る曲もある。とても楽しそうなアルヒダンス。どんなところでも日本のアニメは活躍していたんですね。というわけで、世界中で春日ダンスを巻き起こしたすごいアニメでした。続いてのすごい日本のアニメはこちら。続いてのすごい続いてす続いての
で人気の巨人の星。早速そのイタリア版を見てみよう。アスコルタ、ゴラ。イタリアで。続いてすごい日本のアニメ。日本のアニメ鈴宮春日の夢。続いてのすごい日本のアニメはこちら、爆笑海外版を一挙公開。どうだったですか、高島さん、どれが一番こう気になったりとかして。私はドラえもんがすごい好きで、ドラえもんはあの1セットじゃなく3セット持ってるぐらい好きなんですよ。すごい好きなんですよ。あと気になったやつありますか。いや、それもう刑務所でございました。あれすごかった。あの一番先頭の方ね、ちょっと色の黒い方、完全にリーダーですよね。リーダーです、うん、みんな踊ろうよって言い出した人ですよね。あれでもほんまにみんなごっつんノリノリやんな。すごい。あれちょっとすさ状態に言ったけど、ちょっと刑務所出たくなくなりますよね。いいんですか、出た後も悪いことする気なくなるでしょ。あんな笑顔でやってて。続いてのすごい日本のアニメ。